おはようございます、釣り子 TV です。これジャッカルのピクピクのね、大きい方78っていうサイズですね。先行して小さいのが出ていたのかななんて思うんですけども、こちら、ちょっとね、大きくなったピクピクを買うことができたんで、これちょっと試してみたいと思います。まずね、パッケージはこんな感じでね、開けて出してみると、はい、あーすごいね、これ中にさらにこう入っていて、あー出てきた出てきた、よいしょ、はい、こんな感じですね。ピクピクの大きい方、ピクピクの78になるのかな。小さい方のサイズと並べてみます。はい、ちょうどね、小さい方も持っていたので、小さい方と並べてみるとこんな感じ、ほんとね、微妙な感じにボリュームアップしている。こっちはね、スピニングでね、遠投したりしてね、釣ったりしてたんですけども、このサイズ感だったら、ミディアムライトぐらいのベイトでもいけるんじゃないかなということで、ちょっとね、ベイトで使ってみたり、スピニングで使ってみたり、いろいろ使ってみたいと思います。ピクピクの大きい方釣れるかな、やってみます。おー食った、ピクピクフィッシュ、あー小さいけどありがとう。おーピクピクに来た。おーこんな流れの中から、おー、はい、ピクピクの大きい方ね、がっぷり食ってくれました。いやー、ちょっとスピニングだとね、この流れできついかなっていう状況で、大きい方のね、ピクピク、これをね、ドリフトさせたらファーってね、吸い込みましたよ。あー絶妙な浮力感でね、しっかり乗るね。イエーイ、小さいけどありがとう、ピクピクフィッシュ。いやー、ベイトでね、えいやーって抜き上げたい展開の時とか、こっちの大きなサイズね、こうやって吸って吸い込んでくれんだったらいいっすね。ちょっと小さい方のピクピクだとね、なんかこういう流れの中だとアピール弱いなーなんていう時とかもこっちの方がありかな。なんかね、ベイトで今投げてるんですけど、ほんとベイトフィネスってとこまで用意しないでも、うん、ミディアムライト、おお食った、すごいね、ドリフトさせてピクピクさせてると、もう、ほい、2匹目ピクピクフィッシュ、おー、はーい、2匹目のね、ピクピクフィッシュね、ドリフトさせてピクピクでね、釣れるね、ベイトだから、スパーンとね、抜き上げることができる。小さい方のピクピクはね、スピニングの方が使いやすいかなと思ったんですけど、この大きい方のピクピクいいですね。なんかサイズは小ぶりながらね、浮力が絶妙なんです。パーンってね、吸い込んでくれます。じゃあね、逃がしてあげます。ピクピクゲームをやってみておりますね。ベイトでね、できるからね、対岸になんか岸向いてるミエバスがいたら、そのそばに投げてピクピクってしてドリフトさせて、ちょっとショートした、あれバスかな、なんかね、バスの黒い影みたいなのが見えたら、そのそばに、うまいとこに入ればね、針がいっぱいついてるからね、もうかかっちゃう。
でドリフトさせてピクピク、バスのいい目線にねスーって流れ込んでくと、スパーンって吸い込んでくる。今ね、ミディアムライトアクションの竿でピクピクさしてるんですけど、なんだろう、ソリッドティップとかのね、竿の方がピクピクさせやすいかもしれないですね。で、今、PE の 1.5 号に20ポンドのリーダーっていう組み合わせでね、最近お気に入りの山田さんに教えてもらったセッティングですけど、これでしっかりと岸際に入れてピクピクって。なんか本当サイズによる使い分けが必要な感じってのは、スピニングは小さい方、ライトなベイトでこういう大きい方っていうね。おっしゃ、ピクピクに激流バース、よっしゃー、ういっ、あー、ここ危ない危ない危ない、よし、よいしょ、はい、激流にピクピクフィッシュいましたね、イエーイ、ピクピクの78ね、ベイトで投げれるちょっと大きいサイズの方ね、イエーイ、ピクピク。まあいろいろやってみたけど、ピクピクでネチネチ誘うのが一番いいみたいね。ちょっと流れが速くてね、できるだけその魚の食いたいとこのピンに置いておける、羽物でもいいんだけど、羽物のボリューム感だと食ってこないから、このピクピクのネチネチしたね、その場の定点保持能力で、ほんとね、なんかもう流れが速いからバスが多分視界がこう狭まってるんだと思うんだけど、そこのピンスポットでどんだけネチネチできるかでね、沈んでもダメだし、目線より上でなんか切りもみしてで、それが吸い込みやすい感じであれば、あとフッキングの良好なものであればっていう感じで、脳進化は虫とかでももちろんいいのかもしれないんだけど、ガーって流れてくからね、いろいろちょっとルアー特解引っかえなんですが、もうちょっとねボイルとかしてくれれば、あのシャ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 って早く動かす展開やってみたいんですけど、微妙にね、なんかちょっとナーバスみたいな感じで、するってえとこのピクピクのなんかその場でねちっこくいる感じの動きがいいみたいということで、ピクフィッシュを狙っていきますよ。おー、食った、あーすげー、あの反転流のところで定点保持できたら釣れんだな。岸際もう何センチかに落として何センチ誘えるかみたいな、そういう感じだね。この流針があって、反転流の中には食い気のあるバスさんがいるようなんですが、その距離50センチぐらいかな、ルアーがまともにアクションさせてられるのは。
それ以内に浮かせない。お、食った、ほら。そうすると食うんだけど、この流れ。よいしょ。ほっ。